庫の整理はこれで完了です。いや、こんなところにスライド式の棚が。おかしいです。以前は壁だったはずですが。あー、ごめんなさい。どいてどいてどいて。急がないと遅刻しちゃう。っていうか猫耳にされちゃう。どちら様でしょう。ごめんなさい、名乗れません。事情は話せないけど、何も見なかったことにして部屋に戻ってくれると助かるな、メイドさん。そうはいきません。こんな夜更けに侵入したばかりか、片付けたばかりの書庫をダンプカーのように散らかされました。率直に言って、あなたは盗賊です。え、あれで、メイドさん、なんかすごく怒ってるけど、もしかして私悪者ですか？扉から落ちて早2時間、今度は節電ですか。いよいよ本格的にアレな感じになってきましたね。これは一体どういうことなのでしょうか。電車が。あら、鈍いようでさといのね、翡翠。ここが私の庭だって気づいていたのさ。あれ、気づいていてあれ扱いしてたってことは、もしかしてバカにされてる。そんなことないわ、考えすぎよね。琥珀ならともかく、翡翠は屋敷の中で2番目の常識人だもの。いつもケーキくれるもの、梅味だけど。蓮様、出口を知っているのなら教えていただけますか。いえ、そもそもあの扉は誰が作ったものなのでしょう。出口なら常にあなたの目の前にあるわ。今は見えず触れないだけ。時が来れば扉は勝手に開くから、それまで不思議の国を楽しみなさい。では、あの扉を作ったのは蓮様。それを口にしたらつまらないでしょ。知りたかったらもっとアリスになりきるか、それともあのアキハみたいに私を押し倒して突き出してみる。かしこまりました。少々手荒くなりますが、お覚悟。あら、怖い怖い。でもおてんばすぎるのも考えものよ、スイ。あんまり生意気だと小さくなる薬を飲ませて吹き飛ばしてあげたくなっちゃうかも。蓮様にそれができるのでした。ぶっちゃけあなたからは負けよ、負け猫の匂いがします。恐るるに足りる相手ではないかと。失礼ね、私は負けてないわ。あまりにもあいつらがしつこいから、ちょっと話し相手になっただけよ。カーッと、じゃなくてカーッと。そこの君、困るよ。なんで元気ないの。ちゃんと朝刊食べた。コーヒーはちゃんとインスタント。豆から聞いてたらマジ承知しねえ。やはりそういうことでしたか。姉さんから伺っています。あなたは猫カオス様ですね。いかにも。ルーカスはガセでしたが、それを機に猫アイドル事務所ジャニャーズとか結成したのよ。これがまあ明日あたり潰れるのですが、それより今の話は聞き捨てならないな、レディ。あのドクターアンバーが我が輩を噂するとは。ついに我が輩のダンディーさんに気がついたか。それで気づいた。ドクターはなんと。キモい、消えろ。今度こそ寝返しにする。
そう仕込み棒を握りしめながらつぶやいておりましたが、まあそんな話よりうちの妹の話しようぜ。つまり君の話だよ、翡翠くん。せっかく主演女優に抜擢したのにまるで使えません。その棒読みなんとかにゃらんかね。これは個性というものです。ですが猫監視様がどうしてもというのなら少々本気で演技をしてあげてもよろしいのですが。許可する。こうジェームスに寄り添うボンドガールになった気分で甘えてみてくれないかね。言うまでもないが007は私だ。はい、それでは殺します。パチネコ、ふやけたクッキーなど褒めすぎです。あなた方は破れた雑巾以下の造形物。今すぐその両頬をつかみ、それこそ腰のように脳天から真っ二つにした後、五寸釘を張り合わり、バラ線を糸代わりにして縫い付け、痛い、助けて、いっそ優しく殺して、と泣き叫ぶ口に大量の玉ねぎをご馳走します。もちろん玉ねぎだけでは味気ないので、調味料としてブラックパウダーを混ぜ、スカルに火をつけたマッチを投下、成層圏まで飛ばし爆散を確認した後、これを新技バスターキャットと命名し、なんという演技力。君、ジャパンホラーとかに興味はあるかね。今ならハリウッドに買われてから逆輸入とかされて、気がつけばロボットものになってたりするぜ。全くありません。今は猫カウス様をどう料理するか、それだけで胸がいっぱいですので。こえー、そしてなんという大人気。あれにも妹にも思われるなんて、我が輩今モテ期じゃね。